皆さんおはようございます。蔡良平です。おはようございます。これ、はい、おはようのおはような絵じゃないですよね。おはようなんですって。だいぶ暗いんですよ。坂本先生、ちょっと下がってください。下がってくれないと。下がってくれないと。ライトがラスボス感すごいですね。ラスボス感すげえ。すごいですね。はい、今日も香取さんと、桜庭先生とで、お送りさせていただきます。ありがとうございます。昨日ちょうどね、何者でもない人が、うん、何者でもない、うん、自分が何者かになる物語っていう話の前提で、はい、まあここに大石陽子先生が入ってくれて、4人で。で出てきた人たちに対しての夢を語っていただく、うん、そしてその後に、僕たちができる限りのアドバイスをさせていただくっていうことでさせていただいたんですが、どうだったんですかね。皆さんはどう取ったかっていうことですよね、うん、まあ今までの講演会じゃ僕たちが一方的に喋るばっかり、うん、その上でやっぱりこう伝わってるのか、そしてその後の生活自体は何か変わったんだろうかっていうことを考えていく中で、今まで通りのことをやるっていうよりかは何か違う趣旨でやっていきたいっていうことで今回の取り組みがあったわけですけども、うん、まあどうだったんですかね。手応え的にはどうでした？いやでも、うん、こう登壇してくれた、まあまあね、本当にその70件ぐらいあったんですか？そうですね、はい、70件ですね。70件ぐらいのアンケートを全部一個一個読みながら、実は3人で結構な時間やりましたよね。まあ、ズームも何回もやりましたし、うん、リアルでもあってもやりましたし、うん、そうですね。どの人に、はい、がいいのかっていう、はい、ねえ。いろんな夢があったじゃないですか。あった。うん、もう、だから、そういう意味ではその中から、まあ、時間的に、今回6人でしたっけ？ 6 人ですね。いや、すごかったですね、うん。6人が6人ともっていうわけじゃないかもしれないけど、ちゃんとやりたいな、こんなことしたいなって思って選ばれる人って結果的に見たら、きちんと全部の準備をもうしてる人たちでしたよね。ああ、そう言われると。じゃあ、まあ、今からやってみて。やるのかどうかっていうところで。うん。うん、すごくなかったですか？いや、もうね。まあ僕が言い出しっぺでしたけど、はい、まあ僕は初めから自分の思い描く世界観っていうのはありましたけど、まあ思った通りの世界観で、まあ僕の中では結構満足した部分が多いのと反省もたくさんあるので、うん、まあ次は12月8日ですか、はい、12月の8日札幌なので、まあ札幌にはまたさらにパワーアップしたね、うん、形でお届けできるかなと思うんですけどね、うんうんうん、まあでも本当お客様すごい盛り上がっていただきましたね。盛り上がりましたね、うん。まあああいう形のね、こうセミナーというか講演会というか、うん、なかなかまあ類を見ないタイプの、うん、セミナーでしたね、うん。いや、その4人が4人、全然違う視点でのアドバイスだったじゃないですか。そうですね。やってみて面白かったですね。いや、めちゃくちゃ面白かったですね。うん、我々演者としては面白かったけどもね、うん、まあお客様がね、どういうふうに思ってくれたかはちょっとわかりませんけれども、うんうん、まあでも我々のね、この満足感は結構ありますね。うんうん、どうなんでしょうね、その、あれきっかけで、多分、あの中の6人話してくれた方たちが、よし、やるぞって決めて、うん、一歩踏み出す感じに、慣れたんではないかなとは思いますよね。うん、4人はやりますね。うん、まあ、代表的には、うん、っていうことですか。4人の人は行動すると思いますね。うん、はい、まあ、それもやっぱりわからないところはあるかもしれないけど、やっぱ見てて、うん、僕がちょっと思ったのは、夢がなくてもいいと思うんです、うん、次回僕反省点っていうところに関しては、明確な夢や目標がないと前に出ちゃいけないのかってところに関してはなくてもいい、うん、でも自分の中で今の自分じゃ嫌、うん、何か変えたい、変わりたい、うん、でも何をどうしたらいいかわからないっていう人でも僕はありだったのかなと思いますし、うんうんうん、全然ありですよ、うん、でもまあ例えて言ったら、何を通してそうやったらいいかはわからないけど収入を上げたいとか、うん、もっと仕事の働く時間を減らして自由になりたいとか、うん、っていうところで願望的なものを叶えていくんだったらっていうところで、うん、あってもよかったのかなとは思いました。そうですね、うん、まあその中でこう料理できたらっていうのもありますよね、うんうんうん、そこで出てきた人が、いや何をやりたいか分かんないんですけどっていう中で、それでもその人の話を聞きながら
こう導いていけたら面白かったかもしれないですね、うんうん、僕はね。まあでも本当ね、参加、まあとね、登壇した方もそうですけど、聞いていただいてるお客様もかなり感化されて、うん、あれを見てたら多分、あ、私このままじゃいけないな、ちょっと私もちょっと本気出してやんないとこれ人生変わらないなって思った人、うん、僕結構いると思うんですよね、うん、だからそういった意味でなんかこう一つのムーブメントが起きてたらすごい嬉しいんですけどね、うん、すごく嬉しいですね、うん、きっかけになってくれたり。でも僕思ったんですけど、そのあれだけの大勢の前で自分のことをまず話すっていうこと時点でもう一歩先に方を進めてる気がしますね。まあ、あれだけの大勢の前で喋る機会って普通ないですからね。ないですからね。まずまずないですよ。うん。震えてましたもん。震えてた。全員震えてた。ほとんどの人震えてたね。震えてた。こう、手こうなってたもん。うん。うん、すごい緊張してるの分かったし、うん。もうめっちゃ震えてた。だから僕なんか優しく手をこう包みましたよ。どこで？いや、見てないんだけど。見てないけど。見てないんですけども。でも、なんだろう。これを聞いて、じゃあ、うん、何かを人の前で伝えようとするときに、うまく喋ろうとしなくてもいいんですよ。そう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 、そうなんね。まあ、上手い人もいましたけど、うん、必死なものが伝わってきましたよね。うん、伝わってきた、うん。今のままじゃって、もっとこうなりたいし、うん、こうなんだっていうところに関して伝わってくるものがあったから、うん、僕たちですら伝わったから、うん、会場にいる方たちにも多分伝わったと思いますよね。伝わったと思いますよ。うん、もう行動しようって思った人、うん、結構いると思いますね。僕的にもしかしたらですよ、前に立って発表した人たちももちろんやっていただきたいんですけども、うん、あそこで喋ってる方たちの話を聞いて、うん、私もやるぞと思って、うん、やってくれる方たちが、うん、そこに影響を受けて動く方たちも出てくるんじゃないかなって、うん、いや出てくるでしょうね。絶対出てきますよね、うん、いろんなパターンの方たちが出てきて、うんうん、話をしてたら、いや、これ自分のことにもう該当するなって感じた人もたくさんいらっしゃると思うんですよね。いると思う。やっぱ被りますよね。被る。自分の人生の中でのね、うん、あ、そうそう、私もそうっていう、ね、うん。ただ、今回お客様が、来ていただいたお客様は、本当に素晴らしい方たちでしたよね。温かかったですね。あんなに人の話を、一生懸命聞いててくれたから。一生懸命、うんうんうんって、あの空気はないっすよ。すごく、だから、お客様にもすごく助けられたんじゃないですかね。思います。野方はいつもあんな感じですよ。いや、すごいっすよね。野方はね、さすが先生の膝元でね、うん。やっぱりいいお客様。まあでも、うん、まあどこ行ってもいいお客様ですけどね。まあ、自分たちが話すことが今まで全部だったので、うん、僕たちが選んだ方たちが喋るっていう時に僕が結構不安だったのは、なんか例えばこんな感じだったりとかこうだったりとか、うんうんうん、むしろ僕たちが喋ってる時よりもお客さんたちはみんな一生懸命聞いてくれたんじゃないかなって。そう、自分もお客様自身も私も何かこの人にできることはないかなっていう目線でとか自分に照らし合わせて見て聞いてるんだろうなって思うことがあったから、もうこうやって聞きながらメモってる人たちもいた時に、いや、すごかった。僕たちが喋ってる時にこんなに逆に一生懸命聞いてくれる人がいたかなって、ちょっと思うぐらい、ジェラシーですか？いや、ジェラシーとかじゃなくて、あ、なんだろう。慣れてる僕たち、うんうん、ある程度慣れてきたっていうところと、うんうん、やっぱりそうじゃない方たちが喋ってるからこそ、頑張れ頑張れって、こう、うんうんうん、見ながら、無言の、なんだろう、うん、なんか応援というか、うん、それを伝えようとしてるのが、見てて伝わってきましたよね。うん、そう。聞いてる側の人がね。頑張れ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 っていうのが。っていうね。あれはなんか、ね、あの空気はすごかったな。あの空気が作れたら、うん、世の中変わるんじゃねえかな。うん、変わると思う。だからこれで本当なんかね、一大ムーブメントがね、起きてくれたら嬉しいですよね。嬉しいですね。まあ一回今回やってみてね、まあ、うん、手探り状態でどんな感じかなってやってみましたけども、うん、まあ本当ね、いい感じだったので、うん、まあ次は12月の8日札幌でやりますけれども、はい、いや本当ね、おじきが言ってた、ね、来年は47都道府県ツアーっていうのも。いやいやいや、47は無理ですよ。現実味が帯びてきましたよね。月1ペースでって言ってたじゃないですか。せめて月47は。無理です。週1ですよ、47は。はい、でも僕ら来年暇だからいいんじゃないですか。いや、暇なんですね。暇ですからね。うん。はい。
ちょっとよくわからないですけども、はい、でもね僕思ったんですけど、お客様とか皆さんにやっぱり今のままじゃダメなんだったらチャレンジしなよ、動きなよっていうことをお伝えしてたじゃないですか。何でもいいから行動しろとかね、継続も動くんだとかって言ってたけど、うん、その僕らもある意味今回これを初めてやったからチャレンジした感じじゃないですか。いや、チャレンジだと思います。新しいチャレンジですよね。結構すごく気持ちのいい疲れじゃないですかこれ。うん、経験したことはあんまりないですね、うんうん。こんなに不安な気持ちで当日を迎えた日はここ数年でなかったですね。ないよね。どうなるんだろうと思って。昨日僕不安で不安で一睡もできなかったですよ。いや、そうですよ。全然。降りてこなかったです。はい。10時って言ったのに結局10時にまた出ていてくれなかったし、もちろん逆算して。エレベーター壊れちゃったんですよあれ。いや違います。動いてました。その2秒前まで香取さんが普通にでもお客さんが上がっていくのを僕見てたんで。はい、いや本当、うん、いやでもこれどうだったですかね、来てこれ実際ね今日昨日来てくださった方この YouTube 見てるんであれば感想とかコメントに入れてほしいです ね、ぜひ感想を聞きたいですね、うん、はいねえ、うん、でそれも踏まえた上でやりたいとかね、まあ、今年そして来年のタイミングで皆さんのところにももしね、はい、行くことができたらと思ってますんで、うんうんうん、たくさんの人にチャレンジしてもらいたい、その前に立って話すっていうことのきっかけを、うん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 、大きなきっかけになってくれればなと思いますけど、はあ、結構でも70件大変でしたよ、うん、もう、うん、散々けんけんがくがくやりましたからね、やりましたね、あれもだから僕らにとってはチャレンジでしたね、そうですね、うん、いい体験でした。でもまあ結果的に選んだ方たちというのがまあ、非常に良かったなと思いますよね、うんうん、いやすごかったですね、うん、いやぜひぜひまたやりましょう。今度は、ね、いつですか。12月8日札幌です。12月8日の札幌ですね、はい、8、9と、まあ、2 days でやりますんでね、はい、はいはい、じゃあそこにも気を入れていきましょう。おし、はい、次はあなたの街にも行くかもしれませんよ、はい、ということで今日もガッツポーズで皆さんを見送っていこうと思います。だよだよ行きますよ。では行きます、行きます、ね、せーの、よっしゃーということで今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけて、ごきげんよう。